どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、リーダーズクラブ解説ということで動画ねやっていきたいと思います。このねリーダーズクラブっていうのはですね、ザ・リーディング・ホテルズ・オブ・ザ・ワールドの略っていう風になっておりまして、 LHW っていう風にね呼ばれたりもしてるんですよね。でこのリーダーズクラブっていうのはですね、世界400件以上にね個性豊かなホテルが加盟するリーディングホテルオブザワールドのロイヤリティプログラムっていう風になっておりまして、リーダーズクラブはですね、もともとこちら入会するとですね年会費っていうのがかかっていたプログラムなんですけども、先日こちらをですね無料にするっていうね発表がされたんですよね。でこちらね無料にもかかわらずですね、客室のアップグレードが受けられたりですね、またね朝食2名分が無料でいただけたりということで、結構特典があるんですよね。まあこちら特典があるにもかかわらず年会費が無料になるということで、利用される方はですねかなりねお得になるっていう風になりますんで、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。でですね、このリーダーズクラブっていうのはですね、先ほども言った通りね、こちら年会費が有料で、今まではですね、175ドル、まあ約2万円ぐらいのね、年会費がかかるね、有料のホテルロイヤリティプログラムだったわけなんですけども、こちらはですね、先日ね、無料になったって言った形になるんですよね。まあなんでね、急にこう無料になったのかっていうのはわかんないんですけども、まあおそらくですね、こんな世の中っていう風になっておりますんで、まあこの影響なのではないのかなって個人的にはね、思ったりしています。でですね、このリーダーズクラブっていう風に呼ばせていただきますけども、このホテルロイヤリティプログラムにはステータス制度っていうのがありまして、クラブっていうステータスとスターリングっていうね、ステータスがあります。でですね、この入会するとね、なれるのがこのクラブっていうね、ステータスっていう風になっておりまして、公式サイトにね、ステータス特典がね、このようにね、記載されておりまして、ホテル内特典ということで、到着時に優先アップグレード、毎日コンチネンタル朝食2名分、アーリーチェックインおよびレイトチェックアウト、Wi-Fi 無料、プログラムリワードということで、到着前の客室アップグレード、ちょっとこちらまた後で解説しますね。またね、リーダーズクラブポイント、1米ドルあたり1ポイントのね、獲得することができるっていった形になってるんですよね。今回ですね、年会費が無料になったこのクラブっていうステータスでもですね、到着時にですね、空室さえあれば1カテゴリーね、上の客室にアップグレードをね、していただけるっていった形になっておりまして、またね、朝食も2名分ね、ついているっていう風になりますんで、こちらがね、会員登録するだけでね、利用することができるっていうのは、かなりすごいですよね。でですね、この到着時の優先的アップグレードっていうのと、到着前客室アップグレードアンダーバー年間っていうのがねあると思うんですけども、この2つの違いなんですけども、まず到着時の優先的にアップグレードっていうのはですね、チェックインした際に空室があればですね、1カテゴリー上の客室にねアップグレードしていただけるっていう風になっておりまして、もう一つのですね、到着前の客室アップグレードアンダーバー年間っていうのはですね、こちらは到着前にですね、ワンカテゴリー上の客室のアップグレードがですね、確約していただける特典っていう風になってですよね。こちらは年1回っていう風になっておりまして、こちら初年度はですね、優勝の滞在を一度完了した後にですね、この特典が利用することが可能という風になっておりまして、年1回だけですね利用することができます。まあこちらはですね、マリオットボンボイのスイートナイトアワード、まあこういった感じと、まあ、似てる特典かなっていう感じですよね。まあ到着する前にですね、アップグレードが確約していただける特典っていった形になります。それでは次にですね、もう一つ上のスターリングっていうねステータスがあると思うんですけども、こちらはですね、クラブのねステータス特典にプラスしてですね、到着前の客室のアップグレード、こちらが年5回もらえたりですね、更新時のボーナスポイント、こちら 5% ということで、こちらのね特典が利用することができます。でですね、こちらはスターリングっていうねステータスを獲得されたらね付与されるっていう風になっておりまして、じゃあこのスターリングっていうねステータスをどうやって獲得するのかっていう話なんですけども、こちらはですね、1月1日から12月31日までの客室料金が5000ドル以上のね利用が必須になるっていう風になるんですよね。まあこちら単純計算してもですね、
50万円を超えてくるっていう風になりますんで、まあこのスターリングっていうねステータスを獲得するのはねかなりハードルが高いかなっていう風に思うわけなんですけども、まあこういった感じでですねステータスが獲得することができてですね利用することができます。またですね、この更新時のボーナスポイントということで、こちら 5% がね、もらえるわけなんですけども、これはですね、前年の会員資格の年に支払った客室料金ですね。こちら税金とかですね、手数料を除く米ドル換算なんですけども、こちら 5% 相当はですね、獲得することができます。まあこちらもですね、まあかなりね、利用額が多いっていう風になるんで、まあ多分ね、あのボーナスポイント制度みたいな感じで付帯しているのではないのかなと思います。まあねリーダーズクラブのステータス特典ね、まあこういった感じになるわけなんですけども、まあ今回ですね、まあ何がいいかっていうと、年会費がかからないにもかかわらずアップグレードが受けられたりですね、朝食ね2名分無料でね利用することができるっていった形になっておりますんで、いやかなりねお得ですよね。またですねこちらのリーダーズクラブはですねポイントが貯まる制度がありまして、1米ドルごとに対してですね1ポイントがね獲得することができます。でこちらの利用方法なんですけども、マリオット、ヒルトンとね同様に特典宿泊としてこのねポイントが利用することができます。私もねまだね会員登録が済んでおりませんので、必要ポイントっていうのがどのぐらいねかかるのかっていう詳しい内容はねまだ見れていないわけなんですけども、公式サイトにはですね特典滞在の一泊の目安はですね4000ポイントっていうのがね目安になるっていう記載がありますので、まあ4000ポイントでですね特典滞在、まあ無料滞在がですね利用することができるっていう形になってるんですよね。まあ4000ポイントをね獲得するっていうのはですね、この1ドルあたり1ポイントね獲得することができるわけなんですけども、こちらね税金とかサービス料とかね除いた客輸出料金のみに対して1ドル1ポイントっていった形になりますんで、4000ポイントをね獲得するには4000ドルっていった形になりますんで、まあこちら単純計算してもですね、税金サービス料を除いた客室料金に対してポイント付与というふうになりますんで、まあその客室料金だけですね約40万円ちょっと利用すると、まあ、ポイント博はねできる計算っていうふうになりますんで、スターリングっていうステータスを獲得するのもねかなりハードルが高いんですけども、この特典滞在でを獲得するまでのねポイントを貯めるっていうのもですね大変なのではないのかなと思います。またねこのポイントの有効期限に関してはですね、ポイントの獲得また交換した日の最後の日から24ヶ月後に失効っていう風になっておりますので、このリーダーズクラブのですね対象ホテルをメインでね利用されるのであればですね、ポイントの失効のね心配はないっていった形になります。それでは次にですね、このリーダーズクラブの対象のホテルなんですけども、対象ホテルはですね世界に400件以上ということなんですけども、国内はですねそんなに数がないんですよね。全部でね6個のホテルで利用することができます。まずパレスホテル東京、カハラホテルリゾート横浜、ポションホテル京都、ザ・オークラ東京、インペリアルホテル、ハレクラニ沖縄ということで、ホテルね、好きな方はですね、聞いたことがあるホテルばかりだと思うんですけども、こちら高級ホテルということで、まあ、今ね、こんな世の中ということで、ホテル価格はですね、高くないっていった形になるわけなんですけども、私がね、簡単に調べた感じだとですね、まあ、週末料金で、まあ、4万円近くね、するホテルばかり、まあこれ以上するホテルも全然あるんですけども、まあこういった感じでですねかなりねお値段は高いっていった形になるんですよね。ということで、まあ国内ね6個しかこの対象ホテルはねないわけなんですけども、日本国内はですね6個しかありませんけども、海外のねホテルもこちらありますので、まあ今後ね海外旅行とかもね検討するときにですね、こちらね入会しておくとお得にね利用することができるかなっていうふうに思いますので、かなりねおすすめっていた形になります。それでは次にですね、実際のね会員登録ねやっていきたいと思います。ちょっとねここら辺に公式サイトね出しておきます。この公式サイトはですね動画の概要欄に載せておきますので、そこからね利用していただければなと思います。まずですねこちらの
URL ね開いていただくとログイン画面ということで、まあアカウントね作成しなくてはいけませんので、まず一番下のアカウント作成ですね。そうするとですね、リーダーズクラブにご入会ください。今すぐ登録していただくと500米ドル以上の会員限定の特典をお楽しみいただけますということで、まあこの500ドル以上のね会員限定の特典っていうのは、先ほどの公式サイトにもね記載がありましたね、ステータスのところに。これですね、年間500ドル以上お得にっていう、この特典がですね、この意味合いっていった形になります。ではね、入力ねしていきましょう。それではね、記入が終わりました。一番下の方にですね、リーダーズクラブ会員特典ということで、まあ今ね説明させていただいた内容が記載ねされていると思います。で、記入が終わったらね入会をクリックしましょう。そうするとですね、会員番号等々はね記載されていると思うんですけども、リーダーズクラブ会員資格は正常に処理されましたということで、こんな感じの画面になります。で、この下にねプロフィール情報を入力するであったり、会員カードをダウンロードとかね、まあそういった感じで記載するところだったりですね、会員カードね、ダウンロードすることもできますので、まあこちらね、宿泊される前にですね、記入ね、しといていただければなと思います。まあ会員登録はですね、非常に簡単ですね。まあこれで普通に公式サイトから予約ね、していただいて利用していただければですね、先ほどの特典がね利用することができるっていった形になっておりますんで、まあ、かなりね簡単でいいのではないのかなと思います。今回ですね、スマートフォンの画面でね解説させていただきますけども、この公式サイトですね、どうやら PC からやるとですね、今ね不具合が起きているそうなんですよね。まあもしかしたらこの動画上がっている時にはですね、もう利用できるようになってるかもしれないんですけども、もしねパソコンの画面でねできなかったっていうねことがありましたらですね、ちょっとねスマートフォンで会員登録ねしてみていただければなと思います。でですね、トップ画面に行っていただくと、右上にねクラブのステータスの C っていうマークがあると思うんですけど、そちらをクリックしていただきます。そうするとですね、お名前等々がね書いてありまして、お帰りなさいませということで記載がありますね。で、マイダッシュボードをね、クリックしていただきます。そうするとですね、リーダーズクラブ会員ということで番号がね記載あると思います。で、下の方ね行っていただくと、今のね保有ポイントであったりですね、利用額等々が確認することができます。またですね、一番下の方にね行っていただくと、ご滞在中以下の特典すべてお楽しみいただけますということで、こちらでね確認することができます。またですね、まあ予約方法っていうのはね、そこまで難しくないので、大丈夫かと思うんですけども、まあここにね、ホテル名とかね、チェックインとかを入れていただいて、検索していただければですね、対象ホテルが出てくるっていった形になりますんで、こんな感じでね、利用していただければなと思います。いかがだったでしょうか。今回ですね、リーダーズクラブ解説ということで、ホテルプログラムをですね、解説させていただいたわけなんですけども、このね、年会費がかからない上にですね、アップグレードだったり、朝食2名分ね、いただけたりということで、こちらかなりいいですよね。ちょっとね、ホテル価格はね、かなり高いので、まあなかなか利用する機会はね、私もないかなっていうふうに思うわけなんですけども、まあ日本国内ね、6個のホテルですね、ちょっと行きたいなと思った時はですね、こちらね、利用してみたいなっていうふうに思います。この動画ね、見ていただいた方でですね、ぜひね、このホテル気になってたっていう方はですね、ちょっとこの特典ね、利用してみていただければなと思います。で、このリーダーズクラブのですね、対象ホテルっていうのは、これでもですね、予約することができますけども、他の外部サイトでもね、予約することができるっていった形になっておりますんで、特典はね、たくさんあると思うんですけども、価格比較っていうのはですね、確実にね、チェックしていただいてですね、このリーダーズクラブっていうのもですね、利用してみていただければなと思います。ちょっとね、どのぐらい高いか安いかっていうのはその時によってね、見てみないとわからないかなっていうふうに思いますし、ちょっとこのリーダーズクラブっていうのはですね、私もね、最近知りましたので、公式サイトがですね、どのぐらい安いのかっていうのもですね、ちょっと存じ上げない部分もありますんで、比較していただいて利用ね、していただければなと思います。まあ、いずれにしてもですね、年会費無料でこの特典っていうのはやっぱりすごいですよね。気になるホテルある方はですね、ぜひね、利用してみていただければなと思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。
私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。